立浪監督やらされるのと、さあやるぞでは違う。悔しい思いをしたんだからまた来年頑張ろう。中日の秋季練習が11日名古屋球場で始まった。今季最終戦だった3日の巨人戦、バンテリンドーム名古屋から8日、来季が就任3年目となる立浪和義監督は首脳陣とナインへ向けて訓示した。練習後やらされるのと、さあやるぞでは違うと思う。悔しい思いをしたんだからまた来年頑張ろうと語りかけた内容を明かした。選手には自動的ではなく自ら動く能動スタイルでの成長を求めていく。だが米はダメ、勝ち込みの意気込みかよ。能動的にやることをやらされる、でも我指導はするんでしょう。お前が能動的にやれ、結局選手に期待してるだけじゃねえか。立浪の思ってる動きをしないと干される。またまた能動的にやったら切れるくせに、自主的に練習できる選手が少ないということなのか。バトルフェイスとかいうわけわからん理由でトレード出したり、気分で米食わせねえとかやり出す感触持ちで、気分屋の監督のチームで能動的に動くの無理やろ。どうあがいても顔色伺って自動的になるやん。でもリュークは態度悪いし、石川もヘラヘラしとるし、若手には監督コーチ舐められてんのかな。でも打ち合いの森野や荒木に対するエンドレスノックには文句言わんよな。立浪の一律でやらす選手の個性は考慮しない。これが PL 式なのか立浪式なのか。ご視聴ありがとうございました。